てれん。おー。はい、どうも、キテです。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。はい、今日はですね、タイトルにもある通り、とあるファンデーションのレビューをしていこうと思うんですけど、もうね、僕の動画の中でも、過去一反響があった、あのファンデーションがなんと、リニューアルいたしました。もうこれは使わなきゃってことで、今日それをね、早速使っていこうと思うんですけど、そちらのファンデーションがですね、じゃん！メイベリンのフィットミーリキッドファンデーションでーす。これまでのメイベリンフィットミーリキッドファンデーション R なんですけど、こちらのデザインですね。まあ一番これ黒いカラーなんだけど、こんな感じのデザインだったんだけど、今回は新しくこういう感じに、よりスタイリッシュになっていて、ボトルが少し大きくなって、よりね、握りやすかったり使いやすくなってるのと、このキャップがマットになってるので、よりこのね、フィットミーリキッドファンデーってまあパウダリーファンデーションなんだけど、そのセミマットの仕上がりっていうのが、より発揮されているデザインかなと。思います。すごい可愛いデザインになってます。フィットミーで早速使っていきたいと思います。はい、それでは今からやっていくんですが、スキンケア終わってる状態なので、まずね、下地から使っていくんですけど、下地こちらのメイベリンフィットミーのプライマーを使っていこうと思います。去年の夏頃とかもずーっとフィットミーリキッドファンデ使ってたから、本当に嬉しくて、このリニューアルが。で、早速こちらのフィットミーリキッドファンデを使っていくんですけど、まずざっと簡単に紹介するね。まずですね、こちらのファンデーション。まあ、メイベリン自体、どこのドラッグストアだったりとか、そういうバラエティショップどこでも置いてあるイメージがあると思うので、誰でもね、気軽に買いやすいコスメのブランドだと思うんですけど、そのマスブランドの中ではもう最多の16色展開あります、こちら。なので、本当にハイブランドに負けず劣らずのクオリティでありながら、自分に合った色が見つかりやすいっていう利点がまずあります。やっぱりこうぴったりな色を使うことで厚塗り感もなくなったりとか、あとまあ夏やっぱ色が焼けたりとか、肌の色のね、自分の肌色の変化もすごくある時期なので、そういう時にあんまりファンデーション何回も買い替えたりするのめんどくさいじゃないですか。なのでこれだとまあ手軽に色をいろんなやつピックできるからすごくいいよねっていうので、僕すごい気に入ってます。あともう去年の夏本当に僕ずっとこれ使ってたから、皆さんも知ってると思うんだけど、どんな暑い日でも本当に肌にこうぴったり密着して崩れにくい、マジで崩れにくい、本当にそれが一番の利点で、プラス肌にこう優しい処方なので、つけ心地もすごく軽くて、あんまり負担がないんですよ。崩れにくくてカバー力もあって、なおかつつけ心地も軽いっていう、本当に素晴らしいファンデーション。で、最初に言った通り、パウダリーファンデーションなので、つけた瞬間からパウダーいらずなぐらい、こうサラサラに肌が変わってくれるので、マスクにもつきづらくって、初めてメイクをする方でも使いやすいファンデーションになってるかなと思います。あと、ニキビができにくい処方であったりとか、アレルギーテストも、まあ、皮膚科医の協力のもと行われていたりするので、そういった成分にもこだわっている、素晴らしく優秀なプチプラのファンデーションっていうのが、まず紹介です。で、今回10色ぐらい用意して、その中からまあ自分に合った色を使っていくんですけど、まあ、内容のね、色味は全然前と変わっていないので、僕前ね、115番を使ってた気がするんですよ。なんで115番を今日も使っていこうと思います。もうね、フィットミー使いすぎて、なんかさ、コラボする時とかにさ、フィットミーカラー展開多いから、だいたい僕、一緒に使う時フィットミーを持っていくんだけど、肌見てさ、もう何番ですねって言えるぐらい、僕色を覚えてるぐらいこれ使ってたから、自分は115番で、若干日に焼けてくると125番とかを使っているかな。なんかもう番号で覚えちゃってるぐらい、本当にこれずっと愛用してました、去年も。で、今回注目してほしいのが、エアロジェルっていう成分なんですけど、エアロジェルっていうのは、自らの8倍の量の油を吸収するっていう、まあ、成分になっていて、潤い感をしっかりと残して、手心地も軽くって長時間崩れにくいんですけど、油分をたくさん吸収してくれるおかげで崩れにくいっていう処方になっております。では早速、115番塗布していきます。色がね、合わせづらいって方は、もちろんなんか、サイトでもね、オンラインの色合わせるやつもあったりするんだけど、あと首のこら辺で色を見てあげてもいいと思う。首と色が合っている。なんか3色くらいつけて、色を見て使ってあげてもいいと思います。まあもちろんパフとかブラシで使ってもより綺麗に塗れると思うんだけど、指でも全然綺麗に塗れるので、今日も指を使っていきます。僕もいつも指で塗るから、まず半分塗布するね。こうやって内側から外側に向かって馴染ませていくんですけど、パウダリーファンデだから伸びにくい感じがすると思うんだけど、あのね、伸びはいいんですよ。だから指でもこんな綺麗にほら広がっていくんですよ。だしパウダリーファンデってものによっては結構指でこうやってやってると、パウダリーだからすぐパウダー状に変わってしまうから、ファンデーションがこう乾燥してしまって蒸発しちゃって粉っぽさが出てきちゃったりするものもあるんだけど、わかる？これすごい密着感がいいから、粉抜きしてる感じもなく、でも触ると思うね、ほらほらもうサラサラなってる。で、なんといっても伸びがいいから、まだね、こんだけ残ってるんです。ワンプッシュでこんだけ残ってるんだけど、顔の半分塗り終えてる。あまりこう、パウダリーファンデ使いにくいよって人も多分使いやすいんじゃないかなと思います。何より塗りやすいと思う。やっぱ優秀だわ。半顔塗っていったんですけど、こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方。
めっちゃ自然でしょ。色もね、差がないから、すごいね、使いやすくって。やっぱ塗るとすごいカバー力高いから、めっちゃ綺麗にカバーされてるんだけど、あとね、わかると思うんだけど、少しだけやっぱツヤ感は残るんですよ。ツヤ感が少しだけ残るのに、触るとサラサラしてるっていう。それがね、本当にすごいですよね。で、こっち側も塗っていきます。なんかこう、ほんとこう、シルクみたいなテクスチャーになるんですよ、肌が。はい、てな感じで。マジで指だけで塗っていきました。本当に指しか使ってません。で、この仕上がりです。本当に優秀なんですよ。あと、フィットミーの僕が好きなポイントもう一個あるんですけど、パウダリーファンデってさ、もうパウダー状に変わってるわけじゃん。もうサラサラになってるから、塗り直すと、大体、もうパウダー状に変わってるから、上からリキッドまた塗り直すと、うまく溶け込まなかったり、馴染まなかったりするんだけど、このフィットミーリキッドファンデの特徴が、例えばここさ、もうちょっとカバーしたいなと思うじゃん。これ上からこう塗れてしまった。したら、綺麗に馴染んでくれるんですよ、ほら。重ねて塗れるっていうパウダリーファンデってほんとないから、マジそこがね、すごいと思う。ほら。で、早速ね、ティッシュ検証。何回もね、してるから、もはやする必要もないかもって思ったけど、一応これも初めて見る人もいるかもしれないから、やっとくね。まずこれですごくない？もうこの、ほら、これがまずもう物語ってると思うんだけど。ほら、つけません。こうやってやっても、つけません。これがまずすごいんですよ、本当に。マジパウダーこれ何もしてないからね。このぐらい、本当にすぐ、割とね、サラサラっと仕上がってくれて、素肌っぽくなってくれるし、厚塗り感がマジないので、あんまりさ、塗ってる感覚なくない？普通に元からこの肌みたいな仕上がりなんだけど、本当に綺麗だよね。でもこのままね、またフルメイクして、今日もね、今ちょっと時間がちょっと起きるの遅くって、本当はね、朝一でメイクして、もう10時間以上ぐらい検証したかったんだけど、今時間がね、4時44分。なので、ちょっと夕方になっちゃったんですけど、今から深夜の2時ぐらいまでマスクしたまま生活をして、どんだけマスクにつかないかっていうのと、どんだけ崩れていないかっていうのを検証していこうと思うので、まずフルメイクまで仕上げていこうと思います。はい、ではフルメイクしていきました。そして今時刻が、こちら5時17分なので、今からこちらのマスクを実際につけます。これで今からお出かけをして一日過ごしてみて、数時間後崩れてないかっていうのを実際に検証していこうと思います。ではまた後ほど。はい、てな感じで、もう日がね、暮れてしまったんですけど、今原宿に来ていて、友達の純也くんと、今からちょっとなんか、チルしようみたいな感じなんですけど、なんか今美容室いるらしくて、ちょっとだけ美容室に、僕は何もしてないんですけど、行こうと思います。今時刻が6時半ぐらいなので、まだ取れてないですね。経過は順調です。純也くんです。初めて島に行きます。はい、今お家に帰ってきました。ただいまるした、ただいまるしたぞ。今時間が9時49分ですね。はい、まあまあまあ、どうしようかな。でも、もうちょっと耐えれるよね、多分。今撮ってもあれなんですけど、もう少しだけ時間置きたいので、12時超えて1時ぐらいにまた崩れてないかの検証しようと思うので、このままね、マスクしたまま家で過ごしたいと思います。貪欲。はい、ということで、お家に帰ってきてからまた数時間経ちまして、今時刻がですね、2時4分です。帰ってきてからなんかもう暇すぎて、メイク落としたいけどさ、落としてないからさ、暇すぎて、インスタライブとかしたんですけど、見てくれた方ありがとうございました。ってな感じで、4時にメイクをしてから、ちょうど10時間経ったので、早速ね、マスクをこうやって撮っていこうと思うんですけど、家に帰ってきてからもう本当にマスクをしたまま過ごして、ご飯食べる時にマスク外したりつけたりをしてたんですけど、家帰ってからもインスタライブ中もマスクをしたまま過ごして、今、この感じで10時間経った感じです。では早速ね、もう2時なんでもう目がもうパッキパキなんですけど、早速撮っていこうと思います。いきます。3、2、1、てれん。おー、こんな感じです。全然綺麗だね。マスクはというと、こんな感じ。まあ、気持ちついてる感はあるけど、でも鼻見ると崩れてる感ないでしょ。多分ね、色が合ってるのもあると思うんだけど、こんな感じで、若干、なんかもう見た感じ全然わかんないし、あと、これね。コバの横にパンダが溜まってないのが、このフィットミーの僕の好きなポイントですね。まあ、去年ずっと使ってたから僕的に言うと、まあ、やっぱりいいなっていう感覚なんですけど、まあ、こんな感じです。本当に。10時間経って撮ってみて、この仕上がりです。メイク直しは本当にパウダーも一回もしてなくって、リップだけ直してたんですけど、リップ取れてますね。まあ、最近まあ、韓国で自粛緩和されたじゃないですか。マスクをつける必要もなくなってる国もたくさんあったりして、まあ、まだまだ日本はまだね、マスクしない生活っていうのは多分遠いのかなって思うので、まだマスク生活続くと思う
うので、またね、暑い夏が始まると思うので、このファンデーションぜひ使ってほしいなと思うのと、あとまあ、自粛がだんだん緩和されていくにつれて、多分ね、ノーファンデだった人も、多少ファンデーションしなきゃいけないなっていう人が出てくると思うんだよね。でも、あんまり厚塗りしてると、やっぱ崩れちゃったりとか、マスクについちゃって、ここがこう取れてしまってファンデーションが、で、直せないみたいな状況にもなると思うので、こういう風なね、崩れにくくって、ナチュラルな仕上がりのファンデーションっていうのが、やっぱ今の時代すごく適してるかなと思うので、リニューアルされたフィットメリケットファンデーション R、すごくおすすめかなっていうふうに思いました。やっぱこうマスク生活続くとみんなマスク荒れもね、やっぱずーっと悩んでる人いっぱいいると思うし、僕もマスク荒れしてた時もあったし、大体こうマスク変えたりとか、あとファンデーション変えたりとかして、だんだんと改善されてはきたんですけど、このファンデーション自体もね、やっぱそういう処方も、されたりするので、肌の負担も少なくって、やっぱこう高密着なので、今こうやって10時間経った後でも、トイレはしてるんだけど、なんだろう、粉っぽくなってない感じがすごくいいなと思うので、あと素肌感もあるし、本当にこうバランスが取れてるなっていうファンデーションなので、プチプラだけど、本当にクオリティ高いファンデーションなので、本当におすすめしたいなって思います。もし気になる方はぜひ概要欄の方にリンク貼っておくので、そちらからぜひ見てほしいなと思います。フィットミーは最初にも言った通り、ドラッグストアだったり、あとコスメショップでも置いてあるし、その他にも楽天とアマゾンでも購入ができるので、ぜひチェックしてほしいなと思うのと、サイトの方では色診断もあったりするので、自分に合うカラーが何色なんだろうと思う方はぜひ試してほしいなっていうふうに思います。もう2時まで頑張って耐えたから、もう本当にね、声ガラガラなんだけど、お風呂入って寝ようと思います。では今回は、数あるファンデーションのレビュー動画の中でも一番反響の高かった、メイベリンフィットメリキッドファンデーション R のリニューアルのレビューをしていきました。参考になっていいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通信もぜひぜひお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。